松平義雄は、明治時代初期の大名、美濃国高須藩十四代藩主、丹波国園部藩主、小出栄教の次男として誕生。署名は、小出栄州。明治2年6月26日、高須藩十三代藩主、松平義武の養子となる。同年7月27日、義勇の隠居により、家督を相続する。それに伴い、高須藩知事に就任する。 明治3年12月24日、高須藩と終わり藩と合併させた。そのため、藩知事は免職となった。明治8年11月、徳川吉勝の養女、康子と再婚する。明治10年7月、三刀中継部心得となる。同年11月、一刀小継部となる。明治11年4月、県中継部となる。明治12年4月、退職する。 明治14年5月、宮中志向となる。同年9月、退職する。明治17年7月8日、死者区となる。明治35年には、駒野城跡を城山村に小学校用地として寄付した。大正9年に死去。去年66。子は、喜多目、孫に、吉明がいる。ありがとうございます。